はい、カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、こう京都府京都市の西京区やってきております。はい、西京区は結構ね、山、まあ京都全般山なんですけど、こっちはあの嵐山っていうね、ことで岩田山とかあるんですけど、まああの山を登って、猿を見に行こうという回です。行きましょう、レッツゴー。はい、ここね、モンキーパークの中入ってきましたけど、あの注意事項が、ほら、猿の目をじっと見ないでください、触らないでください、食べ物を見せないでくださいと。で、本当にあの危ないですからね、やつらはあの手段は選びませんから、食べ物を取るときはね、気をつけていきましょうよ。やっと着きました。20分くらい登ったんじゃないかな。ここ冷房室でもう彼出たくないです。なんかこうボスザルについてちょっと勉強できるんだけど、群れをまとめたりとか喧嘩を止めたり、外敵から仲間を守ったり、はあ、全然入ってこない。僕人生で初めてモンキーパークっていうところに来たんですけど、こんな感じめっちゃ近いね。普通にだってこれ水飲んでるから、こんな近くすごくない？すごいよね、近っ。このね、事務所の中からね、こう柵越しに餌をあげるということで、なんか落花生とかリンゴとかあげてますね、皆さん。こうやって猿がね、檻にしがみついてるんだよ、向こうまでずっと。はい、ということで西京区散歩させていただきました。ほら見て、もうあの疲れすぎて猿も気絶してるわ。モンキーパーク過酷な道でしたね。はい、ということで西京区か散歩させていただきました。ありがとうございました。